最近の若い人たちはもうあまり聴診器に馴染まなくなったのではないかと思います。まあ、実際にお胸の、症状、例えば肺炎疑って、もしくは咳がひどい、そういうところで来られた方でも胸の音を聞くことはまれでレントゲンを取ってしまう。それから心臓疾患を疑われるような胸が苦しい、そういう患者さんが来た時にも心電図を取ってしまえば病気はそれだけで分かってしまう。ただ聴診で分かることというのはそれだけではなく、もっといろいろなことがあると思います。僕自身は聴診器を、患者さんを見るのに話したことは一度もありません。まあ、あの昔からこういう耳にイヤピースを入れて、それで患者さんの音を聞く、まあ、これは心臓の音であったり肺の音であったり、お腹の動く音であったり、さらには顎の骨の動き、そういうのを聞いたりすることもあるし、場合によっては脳の中での動静脈吻合、そこら辺で聞こえてくる音を聞く、こうやって聞く、そういうこともあります。ですから聴診器はやはり我々医師にとって話すことができないものです。時に実は同じようなことが、こういうデバイス、聴診器があり、そしてそこにチューブをつけてマイクロフォンを差し込めるデバイスを自分で作ってみました。でもこれでマイクロフォンを差し込んでいくら増幅しても音は PC の上にも出てきませんでした。で、こういうことが難しいということが自分なりにとても理解できました。で、そこへ、こういうようなデジタル化されれば、音がデジタル化されればそれをみんなで共有して、そしてこの患者さんに対してこういう音が今聞こえているんだというのをリアルタイムに共有すること、これがとても大切なことだと考えています。で、実際に、こちらの機械でもそういう共有とかはできるんですが、患者さん見るときに一人一人の ID を登録し、名前を入力し、生年月日を登録しないとデジタル化することができません。そんなことじゃねえんだよ、我々がやりたいのは実際に聞いてる音だけをその場でいきなり共有することができないか、そこら辺が僕の考えたジレンマでした。僕らが医者になってやらされたのはまず検診のバイトです。まあ、今の、若いドクター、検診のバイトに引っ張り出されることはまずないかとも思いますが、僕らなんかは現在学校医をやっています。学校医をやりますと大体、1学年50人から100人ぐらい、そしてそれが6学年が小学校、中学校だとその倍ぐらいの規模になると、そうなると何百人もの患者さん、何百人の生徒さんに向かってしっかりと音を聞いていかなければね。僕の場合は一人の生徒さんに対して心音を5箇所、そして呼吸音を2箇所取ります。さらに背中を向けて音を聞けば それにプラス4になります。それだけの音を聞いていたりすると、もう何時間、イヤピースが耳の中に入っているかという話になります。もうそうなると実際に聞いているふりをして、外して聞いているとか、そういう方も世の中では見受けられますが、まあ、僕自身にはそれはできません。入れたまんまでずっと、終わる。で、患者さんを、一人見終わるたびに外して、そしてまたつけてと、この動作がとても面倒くさいです。できれば僕自身はこの音がスピーカーに流れて、そしてその場で判断できてという、そういう方法はないかというのも考えていました。先ほどお見せしたこの道具もそうやってスピーカーに流すための道具として開発しようとしたものです。僕自身も患者さんに自分の心臓がどんな音を立てているのか聞かせてあげたい思いは山ほどあります。ですから実際にそういうような患者さんには、患者さん自身に、聴診器をかけさせて、そして患者さんの音を聞かせる、そういうことはありますが、全ての人に対してそういうことはできません。まあ、特に検診などの場合はざわざわしている環境です。ですからそういうところでしっかりと心音がスピーカーから大きな音で流れてくれさえすれば、他の、待ってる人たちも、あ、こういう音が出てるんだというのを聞いて、そしてみんな静かになってくれると思いますし、またその音が流れたことで個人情報がどうのとかいうことではなく、みんな今こういうことがなされているというのをきちんと理解できるので、それがやはり心音、それから呼吸音、そういう聴診が大切であることを理解してもらえるのではないかと、そのように考えます。
僕はこれをネットの上で初めて見ました。Facebook 経由だったと思いますが、感動しました。何せついているのがこのリットマンのマーク入ってないこちら側だったんですけども、もう誰が見ても一目でわかる。でこういう完成された部品を流用し、そしてそこに増幅する機械をつけ、そしてそれをきちんと、デジタル化する。ここら辺のことは自分がやろうとしてできなかったことです。で思わず最初の、見せてくれるという会があった時、思わず出かけてしまいました。でそこで実際に触ってみてびっくりしたこと、確かに、ヘッドホンをつけて聞く、これは実際の臨床の、ケースに非常に近いわけですが、やはりそれがその音がスピーカーに出たという、これがとても大きなインパクトでした。で思わず写真に撮られてしまったんですが、えらいにっこりの顔で写真撮られてしまいました。それぐらい僕は自分の夢が叶ったということで大変嬉しく思いました。まず出てきた音は心音図の形に変換が可能だと思います。音そのものを聞いて分かることもありますし、それから心音図になって初めて分かる異常というのもあります。その両方がきちんとデジタルで共有されれば、実際に患者さんに、聴診器を自分で当てに行かなくても誰かに当ててもらって、そしてそれをデジタル機器を通して遠くからでも聞ける、これは大変有効な遠隔診断の一つのツールになると思います。でそういう形であれば、これは、実際の訪問診療、さらには、D2D ドクターからドクターへの相談のツールにもなると思います。実際にドクターとドクターでなくても患者さんのそばに看護師さんがいる、そして所定の位置に聴診器を当てていただき、そしてその音がデジタル機器の向こうにある医師のもとに届けば、それで分かることもあります。実際その患者さんを病院に運ぶべきか、もしくは経過を見ていいか、そのぐらいの、診断技術の助けになるのではないかと、そのように考えます。言語化できないと言いましたが、例えば肺炎を疑う状態があると看護師さんたちは肺雑があると単純に書いてきます。ただその肺雑という肺の雑音という、そういう意味だと思うんですけど、これはしっかりした医学用語ではないと思います。実際に、乾いた音なのか湿った音なのか、そして、実際にその音がどんな音に近いのか、そういうことは診断学の教科書には書いてはありますが、それ自体が今やほとんど死語になっているのではないかと思います。それは医者同士が音を伝える術をもう失っている、聴診に関してかなり、距離が離れているのではないかと。で異常があればレントゲン取る、それ異常があれば心電図を取るという、そういう他のデジタライズ、他の、画像化、そういうような技術に置き換えられてしまい、聴診というものがかなり軽視されている。ただ聴診というのは他に何の道具がなくてもこの聴診器一つあればできる大変便利な道具です。これがデジタルで共有化され、そして、その判断をさらに、より診断能力のある医師が聞いてそれで判断する、そういうことはかなり有用なツールであろうと思います。勉強する場が数多くあるというのは大変いいことだと思います。まあ、ただデジタルであるからにはそれなりの、規制もかかってきます。特に、データが匿名化されていないものを、でネットに流す、そういうことは大変危険だと思いますので、しっかりそこら辺の、管理をしていただき、その上で共有がなされるというのはいいことではないでしょうか。真っ先に出たらこれ買わせていただこうと思っています。ありがとうございます。